はい、弁護士のたけしです。今日は黒川検事長がなぜ逮捕されないのか、なぜ捜査されないのかという点について疑問を持たれている方が多いので、そのあたりの訳とか事情について話していきたいなと思います。まず最初、このね、黒川検事長の事件のおさらいですが、ポイント3つあります。1つ目、ステイホーム期間中に。2つ目、接触を慎むべき記者らと。3つ目、賭け麻雀をした上で、かつね、ハイヤーを用意して帰っていったというね、この3つです。ステイホーム期間中、今回ね、ちょうど麻雀を行われていたのが、コロナ肺炎の緊急事態宣言が出ている最中でした。でね、雀荘とかは東京都から営業をやめてくださいということでね、強く言われているような中で、こういう検事長という立場にありながら、麻雀やっていたっていう点もね、責められるべきですし、それ以上にね、その相手が記者ということでね、新聞記者と検事との関係においては、東京高検自身が出しているルールブックの中で、安易なね、接触とかね、関係は厳に慎むべきというようなことが言われています。で、3つ目、賭け麻雀ということで、賭け麻雀も東京高検自身が出しているルールブックの中でね、賭博ということで認定されていて、かつ帰りとかね、ハイヤーを用意してもらって帰ってたというところで、変な利益供与を受けていたという点が問題視されています。なんでこれね、賭博刑法に規定されている犯罪にもかかわらず、今回黒川さん逮捕されないのかというところですね。これ一つ前提として覚えておいてほしいのは、逮捕っていうのは大きく2種類あります。何かというと、まず1種類目、犯罪がまさに行われた現場で犯人を逮捕すること、これが現行犯逮捕です。で、現行犯逮捕じゃない場合というのは、裁判所から逮捕状をもらって逮捕するしかないです。それがいわゆる令状逮捕とか通常逮捕と呼ばれるものです。で、今回のケースというのは、現行犯逮捕はできない。もう発覚した時にはすでにね、もう時間が経ってたので、現行犯逮捕はできないということで、黒川さんを逮捕しようと思ったら通常逮捕しかないんですけれども、誰が逮捕状を請求するのっていう問題が生じますよね。前回の動画でも話したより、黒川検事長、東京高等検察庁のね、検事長、一番トップですよね。まず現場の検事たちは逮捕状請求、これ無理ですよね。で、残るは警察なんですけども、警察とね、検察っていうのも、通常ね、検察の方が大体マウンティング取ってます。検事の方が上で、現場の警察官に対してマウンティング取ってることが多いのでね、現場の警察官から逮捕状を請求するというのも考えられない。ということで、今回はね、逮捕状は請求されないんでしょう。この点に関しては、通常の単純賭博罪においても、それほど逮捕の必要性が高い事案というのは多くはないのでね、逮捕されないで在宅捜査でね、進むようなことも多いので、逮捕されないこと自体は今回そこまで不自然とは言えないです。他の一般の人たちの単純賭博のケースと比べてもね、直ちには不自然とは言えないんですが、ただね、まだ次残る問題があって、なんで捜査すらされないのかっていうところですよね。今回懲戒処分すらされずにね、訓告という監督上の注意で終わったわけですけども、犯罪捜査が一切なされない。え、なんで？単純賭博罪って犯罪じゃないの？一般の市民の人でね、過去ね、芸能人の人でも捜査受けたりしてると思うんですが、なんでってね、これ結構不思議ですよね。なんで捜査されないのか。これまず覚えておく必要があるのが、賭博というのはね、被害者が直接いない犯罪です。ということで、捜査がスタートするにはね、被害届が受理されて捜査がスタートすることはないです。となると、それ以外の捜査のスタートの方法、例えば外部から告発があったりとかね、捜査官自身が気づいたりとかね、垂れ込みがあったりとか、なんかそういうところで動いていく犯罪になるんですけれども、今回、誰が捜査を開始するのっていう問題、ここの逮捕と一緒なんですが、警察も動けないしね、検察も動けない。仮に警察が独自判断で動いたとしても、誰が事件を起訴するのっていう問題があります。これね、ちょっと難しいので噛み砕いて説明しておくと、刑事手続きっていうのはね、警察官、ポリスが証拠を集めてきて、それを全て検事に渡します。事件を起訴するのは検事です。検事が起訴しないと刑事裁判っていうのは起こりません。で、裁判所が判断するっていう流れなんですけども、これ、料理に例えると、材料を集めてくるのが警察官、ポリスです。ポリスが集めた材料を料理するのが検察官です。検察官が料理した料理のお皿を食べて、これ、うまい、まずいとかね、有罪無罪って判断するのが裁判官です。今回のケースというのはこれ、証拠集めてきても、こんな黒川検事長、東京高検のトップ起訴するっていう判断、検察がね、することはまず 100% ないというところで、そしたら別にわざわざ捜査もしないでおこうかということで、警察も実際的には動くことがないです。というところで、今回ね、まさにその刑事司法、刑事の捜査のね、トップ、ここがこういう賭け麻雀とかしたんですけれども、刑事手続き全体が機能不全を起こして、逮捕もなければ捜査もないということで、このまま事件終了。
になっちゃうのかなみたいな感じで現在進んでいるところです。最後俺はこう思うというところ雑談で述べさせてもらおうと思うのでね、今日の概要はこれなんですけども、雑談聞きたい人ぜひこの続きも聞いてくださいということで、今日は黒川検事長が逮捕捜査されないわけというところで、刑事手続き警察官が証拠集めてきても検察がね起訴しないような場合はそもそも捜査すら始まらないようなことが世の中こういうふうにあるということの情報共有になりました。ということで引き続き社会派トピックやっていくので、ぜひチャンネル登録まだの人チャンネル登録の方よろしくお願いします。またはい、ということでこんな感じでした、はい、今日はちょっと俺はこう思う出させてもらっていいかな。何ですか、これこれこれ、検察得意の一罰百回。何ですかその一罰百回って。一罰百回、検察得意やね。一罰百回ってどういう意味かというと、一つの罰を持って大勢を戒めること。ホリエモンやられたのとか、そう。ああいう目立つ人をバチコーンって言って、うん、同じようなことしてる小物がみんなビビってやめるっていうのを狙って、一番大物をバチコーンっていくのを一罰百回と言うんやけど、検察これ得意やねん。あ、そうなんですね。むちゃくちゃ得意。目立ってる人を吊るし上げて、同じようなことしてる他の人がビビって治安が良くなるっていうような。へぇ、いやだから今回もそれやったらいいのにと思って、いや検察いつもやってるやんと思って、これ黒川検事長バチコーンって検察組織が言ったらビリビリってなるで。だから検察庁その組織自身がもし自分たちの組織の中をクリーンにしたいやったら、うん、これ絶対行くべきで。そうですね、行ってほしいですけど、うん、なんかさっき話してる感じでは逮捕もできなければ捜査もできないっていう。手続き的にはできる。あ、そうなんですか。やる人がいないだけで。あ、人がいないだけなんですか。人がいないだけ。じゃあ、正義感ある誰かが。うん。干されると思うけど。人工衛星みたいな、あの、ぶっ飛びカードみたいな感じで地方転勤になると思うけど。あと、まあまあ、検察ってさ、その組織一体の原則みたいなのがあってさ、はい、あの、処分がぶれないように、検察全体で、ある程度そういう、誰を起訴するかとかさ、その捜査のああいうのをまとめていくから、まあ実質不可能なんやけど、だからこそ、やるしかないんじゃないかなって。じゃないと、その、今回の、そもそも法律改正の時とかもさ、検察 OB とかがさ、検察の独立性を大切にしろとかさ、反対の意見書出したけどさ、説得力が一気になくなるやん。そうですね、こういう悪いことした検事長をバシコーンって言ったら、まさにもう組織がビリって引き締まってさ、そうですね、もう一瞬でなくなると思うで、記者との賭け麻雀なんて。いや本当ですよね、誰もいないんだったら、黒川さん自分から行かないですか。切腹切腹切腹スタイル僕やっちゃいましたんで、なるほど、罰してくださいみたいな。あ、検事長が部下の検事に命令して俺のことを取り調べろと、はい、で取り調べて、そう、調書作って起訴しろと。そう、そのぐらいもう男にある確かに感じとかって、それはできるんですか。できるんちゃうかな、多分できる、多分できると思う。やろうと思えばそのぐらい男に見せないと。切腹スタイルね。切腹スタイル。確かに。そしたら。いないんですもん。さすが検察やな。いやいや、本当に。代わりに俺が切られに行こうかな。なんでですか。なんでですか。僕をって。僕をさばいてください。謝りに行こうかな。身代わりですか。いやいや、でも本当、検察このね、一罰百回。そうですね。得意やから。やってほしいですけど、まあ。やっぱどの組織も内側に対してはいかへんねんな。今でこそ被害者のないやつですけど、はい、被害者いたらどうなんですか？被害者いたらやっぱり動くね。さすがに動きますかね、例えば、じゃあ黒川さんが痴漢しました。はい。あ、絶対動く。あ、それは動かざる得ない。動く動く。これで被害者もいたけど動かないってのはもう相当やばいですよね。こんな感じ。もう、あれやん。世紀末の組織やん。悪の組織やん、そうなってきたら、まさに。いや、でもこれ、政治家が、例えばやってて、時々政治家の上げ足取るような捜査もするからさ、国会議員ね、やっつけたりしたら結構手柄やからさ、そういうところはなんか結構厳しくさ、こんな感じでさ、もう、ね、ホリエモンとかだってやられたりするわけやん。いや、本当そうですよ、ホリエモンなんで特に。青汁王子だってやられたし。そうですね。ああいう目立つ人はやられるね。外部の目立つ人ばっかじゃなくて、身内の目立つ人もやってほしいわ。いや、本当ですよね。だから、それが今回いい例になったかもしれないってことですよね。身内でバチコーンってやって。あ、そうそう。あの、検察が組織として自分たちの、そういう、なんていうかな、正しさとか曇りのなさを、あえて世の中にアピールする、絶大なチャンスやったにもかかわらず、逆の選択肢取ってしまったっていうのが、ちょっと残念やな。あの時、
自分たち捕まえなかったらこっちはやんのかいみたいな。そう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 。絶対引き合いに出されるよ。出されますよね、うん、こんなことをやってたら。だって普通に、あの、雀荘とか操作して、あの、あげるときあるんやから。賭博罪ってことで。あ、そうなんですね、うん。自分たちだけ甘いのはあかんな。うん、ちょっと。チャンス逃した。俺たちはちゃんと切腹スタイル取ろうな。不祥事起こしたら。自分でやりましたっつって。ちょっとのりちゃんで、俺、はい、おもろいもん作ったんやけど、これちょっと画像でアップしてみて。はい。これこれ。何すかこれ。告発状。告発状？そう。黒川さんを捜査してください、処罰してくださいっていう告発状なんやけど、まあ俺が出したいっていうか、俺庶民どうでもいいんやけど、世の中むっちゃ怒ってる人いるからさ、はい、で、なんか、いろんな、なんか、メディアの人とかもさ、処罰すべきだとか、捜査すべきだとか言ってるけどさ、誰も告発しないからさ、うん、今回話したように、被害者なき犯罪やから、外から告発状とか出して圧力かけていかないと絶対動かへんからね。だからみんな、捜査すべきだとか、告発すべきだ、ね、言ってる人に、俺これ、配って、とか、うん、ホームページに載っけて、これダウンロードして送ってください。うんで、いついつ送ってもさ、バラバラになるからさ、俺が一回全部預かってさ、うん、検察庁届けに行こうかなと思って。あ、竹さんの方でまとめてもらって、そう。で、それで、もうバーンと出すみたいな。あ、すごいっすね。あと、みんないざ出すってなったらさ、俺ワンチャン検察から狙われるんちゃうみたいな。ああ、それは怖いっすよね。そういう人もいるやんか。うん、だから全てに俺が共同告発人みたいな形でサインしていって、俺も一緒に道連れになろうかな。道連れというか、まあ、お供みたいな。そうそうそう。感じですか。告発って別に自然な行為でさ、うん、なんかそんな、みんな結構両極端な見てると。あ、そうなんですか。なんか、告発だしねえみたいなのから、なんか穏やかな、はい、なんていうかさ、ブレが激しくて、いや別にそんなブレなくて、別になんか、捜査して処罰してほしいって言ったら、その書面提出するだけやから、うん、告発したい人はこの告発状を使えるような環境を整えようかなとか思ってるんやけど、はい、ちょっとコメント欄見てから。そうですね、コメントでもし、そういうのが、うん。やりたいやりたいとかってやったらやるし、ね、はい、これプリントアウトして送ってくるってなったら一気に人減るんやろうね。みんな結構ネットとかでは書くんやけどね。そうですね、うん、実際に判をして郵送ってことですもんね。うんうん、気持ちがあれば。うん、俺一人でもいたら一緒に。あ、持っていくわ。一人でも、うん、じゃあその武さんとその人でも出す。そう。検察庁に、うん、わ、すごい。その後俺すぐ取り下げてたりして。それダメじゃないですか。まあ冗談や。検察庁が動かないから、うん、やっぱりこっちで。今やったら動かへんでも被害者なき犯罪なんやから。いやそうですよね、うん。これちゃんと告発状出して受理されて、うん、それでも動かないやったら告発のこういうのが届いたけど動かない検察庁悪いってなるけどさ、今やったら特に何もない状態で動いてないだけやからさ、うん、言い訳なんぼでもできるやん、うん。しっかり告発状とか受理してさ、うん、国民からたくさん処罰してくれ、捜査してくれっていう声が届いたにもかかわらず動かなかったっていうのは、それはそれで白黒はっきりつけとくのも、あ、そうですね、まあ、価値としてはあるのかなというような感じです、うん、はい、ということで黒川検事長を告発したい人いたら、コメント欄書いてください、はい、ということで最後までありがとう、バイバイ。